ミューをご覧の皆さん、こんばんは。シカードオブエイステイです。イエーイ、イエーイ何このまま。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、私はボーカルをやってます、神永ゆかりと申します。はい、ベースの和樹です。ギターのまさきです。ドラムの大輝です。こんばんは、シカードオブエイステイと申します。1曲目、I want to see という曲でした。我々、水戸
バンドをこれ結成時期に、ごめんなさい、結成時期で2011年の8月っていうことなんですけど、今年でそうすると3年目になるんですか？3年目マジっすか？そう8月で3年になりますね。以前あのここの3人が別なバンドを組んでいたんですね、はい、で私も別なあの弾き語りをちょっとやってまして、でその時に前やってたバンドが解散して、でしばらく経った頃にあの一緒にバンドをやらないかっていう形で誘われて、この2人にで2ヶ月後かなに、そう後から入って、でまあこんな感じの、そうですね、感じで結成、すんごい睨まれてるなんで、あのちょっと好きな小説で「あの八日目のセミ」っていうのがあって、あのセミって7日間で死ぬじゃないですか。で8日目のセミってなんかこう生き残ってしまったセミみたいな、その小説を読んでいくと何ですか、まあ他のセミにはない景色が見えるみたいな、ちょっと切ないながらいいかなみたいな感じです。そう、儚くした感じで、儚いけど違った景色が見えるよみたいなニュアンスです。そう、希望があるよみたいなニュアンスで。影響を受けた音楽とかってありますか？ですね、曲を作ってるのは全部彼なんですけど、彼なんですよ、こうって言ってください、はい、影響を受けたバンドさんは僕はハードロックが好きなので特にないです。ないのかよカットかな、これカットかな、これカットだな、カットですね、うん、ガラスを突き破るその瞬間に瞳はなじわじわと滲んでく空に灯り出したトワイI'm not afraid to die.
がとうございます。トワイライトという曲でした。ソニックについてもう付き合いが長いですもんね。僕らもホームですから、ソニックはもうなんだろう、最高のライブハウスですよ。ソニックはこんないい箱ないです。いつも通りにって言われたんですけど、すごく緊張してちょっと戸惑いました。まあでも新鮮で楽しかったですね。はい、ありがとうございます。せーの、シカダウェイスデイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。